はい、コツのおしめ部屋へようこそ。いやもうね、早速箱の方から回転させていただきましたがね、はい、見ての通り呪術廻戦から両面スクナ、はい、こちらがね、フェネクスというメーカーから出ました。はい、これがねかなり出来が良さそうなんでね、もう予約をして購入したんですが、まあね、一応本日受け取ったという感じで紹介していきたいと思います。いや、こちらね、結構お値段が高かったですね。2万4000円ぐらいですね。お値段に見合う出来かどうかね、これから見ていこうかなと思います。はい。ではね、早速、もうね、箱は見たんで、中身のブリスターの状態、見ていきましょう。はい、一応ねブリスターの状態も回転させて一通りねぐるっと一回転見ましたが、いやかなりね梱包されてる感じですね。はい、まあ、結構厳重にというかね、うん、やっぱ過剰なほどいろいろとビニールがついてますが、はい、こちらをね早速ねブリスターから出してねまじまじと見ていきたいと思います。はい、一応ねブリスター出しましてビニールとかね剥がしました。やっぱかなり厳重にねされてましたね。はい、では早速まず本体からですね、両面スクナ本体の状態はこちら、ババン。いや、これはかなり出来がいいですね。いや、これはかっこいい。いや、すごいね。うん、このなんだろうね、着物、うん、この帯とかもね再現されてるんですよね、うん、こういう帯の柄をしてたんですね。初めて知りました。そこまでまじまじと見てないからね、うん、いや、服のねシワとかの造形も細かいね。で、塗装もねほんとしっかりされてますね。もうシャドウ吹かれてて陰影が結構はっきりされてますね、うん、で、この手ね、この爪が黒いところまでねちゃんとしっかり塗られてますね、うん、で、足元の草履、うん、いいですね。これ中は、うん、まあ何を入ってるのかわからないですけどね。まあそこはいいか。はい、早速お顔ですね。はい、お顔、いや、すっごいね、この模様っていうんですかね、このタトゥーじゃないですけど、この浮き出てる紋章みたいな感じ、これもねすごいよくできてる。でね、ここのね目もねちゃんとあるんですよね。いや、これはいいね。このね、ニタッとした口、これもいい。口のね中もねちゃんと再現されてるんですよね。ちゃんと造形されてる。で、髪の毛もね毛先までしっかり作り込まれてて結構シャープですね、うん、で、この刈り上げ部分、うん、こちらもいい感じ。まあ、元はね、イタドリの、うん、顔なんで、
いやもうこれはかっこいいな、この見下した感じ、この角度とかもう最高に両面少ないでね、この口のこの先の口角までねちゃんと作り込まれてるんで、いやもうこれいいね、うん、うわすごい見下してるすごいねこれね、いや両面少ないの市販品としてはもうほんとトップレベルですねこれはね。横顔とかも完璧ですね。かっこいいわ。はい。で、これにね、座する台座。はい。そちらをね、ご覧いただきたいと思います。はい。台座がこちら。ダダン。これがまた重いんだわ。ボリューミーなね、ボリューム感があるんで、めっちゃ重い。いやこれ台座だけで結構なコストかかってますよ。いやこのね骨、頭部の骨、これは何ですかね、何の頭部の骨なのかわからないんですけれども、いやこれはすごい造形美、まがまがしさはねすごいですね。いやかっこいいわこの台座も。もういわゆるね領域展開の福間水氏の台座っていう感じですよね。いやこれまたすごいクオリティ、まあそこはこういう感じですけれどもね、うん、重い、とにかく重い。はい、ではね早速この台座と組み合わせてね見ていきたいと思います。はい、台座とくっつけたらこんな感じですよ。いやめっちゃかっこいいね、ボリューム感もあるし、まあ何よりこの再現度、これはすごい素晴らしい。いやかっこいいなぁ。いや自分が思ってた以上によくできています。はい、うん、いや両面少なの中のフィギュアの中で一番いいかもな、自分の中ではね、うん、いやこれはねちょっとお値段張るだけあるね、うん、いやかっこいい。まあ、これはね実はね、先発してね五条先生持ててるんですけれども、まあ、そちらとねちょっと並べてみたいと思います。はい、どうですかこれ、まあ、シリーズ的にはね同じフェネックスから出ている2体なんですけれども、いやこれ最強でしょ最強対最強ですよ。もういやこれは並べると迫力がすごいね。いやめっちゃかっこいいこの2体。いやこれ五条先生もめっちゃかっこいいけど、スクナもかっこいいねこれね。いや並べるとこんだけのね迫力があるとはね。いやそのフェネックスさんいいですね、いい仕事してますいやかっこいいな、こう並べてるだけでねもう時間忘れちゃうぐらいずっと眺めていたいですね、うん、ということでね今回は両面少なそちらの方をねご紹介させていただきました、まあ、この後ね回転台座に乗せてねぐるっと
回ってお別れしたいと思います。この機会にね、ぜひチャンネル登録していない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。心の鉛が積み重なる。どれだけ償えば。